お、チェリコ一番乗り。どうもこんばんは、インはゼロワン色。こんばんは。今ですね、探してきました。約1時間以上。どこまで行ったと思います？足立区にいるんですけど、どこまで探してきたと思いますか？なんとですね、浅草まで行ってきました。浅草まで。疲れましたよ。片道30分。気がついたら浅草のドンキにいました。それぐらい探すのが大変だった。でちょっと疲れちゃって、で保険じゃないんですけど、セージの見てたらセージがゲボ吐いてて気持ち悪くなっちゃって、それでもちょっとやりますか。でちょっと机をねできないんで、まずここ片付けますね。すいません、ちょっと汚くて、なんせなんせ汚いもんで。ちょっと待ってください。 Twitter の背景は何だ？何のことですか？はい、 Twitter どうしました？ナイス押しました。ありがとうございます。よっしゃ。あ、それでは皆さん、彼女できました。彼女が。ちょっとあっさりいっちゃいますけど、ついに彼女できました。ちなみに彼女います。家にいます、彼女。あ、興味ないですか。ありがとうございます。で彼女ちょっと見せれないんですよ。バンになっちゃうんで。ツイッター見てもらうと分かるんだけど、ちょっと彼女を買ってきて、そういうなんて言うんだろう、なんとかホールに一応名前が書いてある系コーナーがあって、でそれ見したいんだけど、金梅さんじゃなくて、そういう大きいやつじゃなくて、ちょっと片手サイズので一番タイプのつぼみちゃんってこう買ってきました。1500円でした。今日からこの彼女と共につぼみちゃんとね頑張っていきます。ちょっと見せれないんで、いや人形っていうか顔もついてない、あそこだけってやつ。あそこだけのとこあれを手で持つみたいなやつをちょっと買ってきちゃった。寂しくて。そういうやつ。まあ男はね、ちょっと経験ある人はイメージできるだろうけど、ちょっと紹介できないんですよ。モラハラしないでね。いや、わかんない、1週間もったいないかもしれない。お湯沸かすわ。頑張ります。あ、ちゃんとつけるか。ああ、やれやれ。マジでやばい、そろそろ。ね。マジでそろそろ掃除しないと。こんばんは。あ、皆さんちょっと適当に内装してもらって、ね、日本地図余ってたらください。どこのリスナーさんでもいいんでね。
お願いします。これ1個で足りる？足りないか。あー、ありがとうございます、たくさん。すごいわ、滝のように流れてる。ありがとうございます。すいません、これはもうやらないと。命がけで食べます。 2.8 リットルか。ポットと鍋が1個しかないから頑張ってね。目標はモンジョリさんのタイムは更新したいなって思います。はい、あの上には上がいるんでね、一番早くないとダメみたいなのはやめてほしい。とりあえず食べきったらそれはそれで評価してほしいですよ。あのうまい棒やった時に俺よりすごい人がいて、その人と比べてね、俺もすごい頑張って36本食べたんだけど、あの人が40本食べたから01しょぼいなみたいに言われたんだけど、36本は6本でもすごいじゃん。頑張りますね。もう潔癖だから触れないんだよ、ある意味。あ、クマさんありがとう。潔癖だからもう触りたくないんだよ、わかる？これ餅の焦げ、マジで汚いっしょ。これじゃ嫌われちゃうけど、最近ハマってて、魚沼さんのこの餅、これ食べてるんだよ毎日ね。これがマジでうまくて、でこのグリルで焼くんだよ、グリルで、でマジでうまい。でこれがあの醤油だれで、これこだわりあって、あの継ぎ足し、もうドロドロになってるでしょ、これ継ぎ足し使うんだよ。でこれもう5日間ぐらい使ってる。でも継ぎ足しでちょっと醤油足してってやってます。でも かなりうまみが詰まってる。これがね、これ継ぎ足しのタレです。うん、ほんとお店みたいでしょ。うん、醤油砂糖なんだけど、ちょっと甘辛いなと思ったらちょっと醤油足してってやってる。でこれとこれで、これうまい。もうあと2個しかない、あと1食分しか。あとうなぎのタレみたいなイメージはそういう感じ。ちょっと待って、鍋ないから、これでやるか、ポットで。マジでなんか気持ち悪くなってきた。帰りにね、セイジの配信見ながら帰ってきてさ、ウイタンが言ってたんだよ。ウイタンがあの美味しそうに食べてると食べたくなるけど、苦しそうなやつ見てると気持ち悪くなるって。いや本当そうだなと思って、セイジとウイタン見てたら、俺昨日から飯食ってないんだけど、もう気持ち悪くなっちゃってさ、食欲なくなっちゃって、もう今ちょっと気持ち悪いんだよ。いつの水わからん。ちょっとゆすぐ。うっ。じゃあマジで気持ち悪い。マジ体調悪い。いや俺潔癖だから触れないんだって、これ。ちょっと婦人部に掃除してもらわないと、汚いから触れないんだよこれ。じゃあちょっとそろそろ婦人部に掃除してもらわないと。こんなもんでいいか。婦人部いますよ。あー、ゴム手か。ここで充電して。いや潔癖だから触れないんだって、汚いじゃん。ゴム手袋みたいな使わないと触れないんだよ。で自分で汚したんだけど触りたくないんだって。無理しないでね、します。ありがとうございます、優しさいらないんで。無理させてください。政治の敵取ります、僕が。いいっすか。正直ペヤング前回ね、2個食うっつってめちゃくちゃみっともない結果だったんで、これも食べきれなかったらもう本当にもう引退するぐらいの気持ちでね。うん、引退しないけど。
家汚すぎ。男の一人暮らしってこんなもんだよ。ゼロワンならできる。でここでやってこっちから移すわ。あでうまい棒もあるんで、これうまい棒も。あ01いらっしゃい。よしちょっといいとこ見してリスナー増やすぞ。あ最近ちょっとリスナーさん減ってて、新規リスナー募集してるんでちょっと頑張ります。奈々ちゃん19分ね、わかった。これを取らなきゃ。これ汚いか。お前無理だ。いや頑張ります。ねこの電球が切れてるんだよ。これも変えないとさ見づらいっしょ。ラジオばかりだからもういいじゃん。俺ねちらっと思ったの、さっきね500人ぐらい30分やったんだけど、すごいかそってるでバカにされたけど、八王子には勝てないよ、うん、ちょうど見たら火薬さんがいたんだけど、八王子には勝てないね。ちょっとミミちゃんありがとう。あんま言わないでください。そんなねカソ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 とか別にいいじゃんね、まったりしててもだダメっすか、ね、これあーそばより確かにね。八王子はふわっちの地位と確かに八王子と絡むとバズってる。誰でもライラですらバズってたしね。これはちょっとがっつりやるよ。でも食ったらもう俺はラジオに逃げるんでね、もう動画は今日終わりですよ。これでどこで売ってたの。足立区にいるんですけど浅草まで行ってきました。30分かけて諦めようかなって思った時に誠司さん電話あって敵取ってくれって言うから、あじゃあもう行くかと思って浅草まで行ってきた。もうね帰ろうかなと思ったんだよ。近くのコンビニ探してもなかったからさ。あの電話っつうかつぼみちゃん買った。マジで可愛いよつぼみちゃん。つぼみちゃんかわいい。なんつうのかな、あの両方髪縛ってるやつ。なんか一応名前があったんだよ、つぼみちゃんとかさきちゃんとか。で一番タイプでやば。さきちゃんいらっしゃい。あツインテールか。そうそうドンキで見かけた。なんで話しかけないの。ちょっと固定していいですか。汚い、もう掃除します。明日掃除デーにする。汚いの嫌だよね、引くだよね、引くよね。今までね、傷んで掃除してくれる系女子がいないんでね、自分でやりますよ。なんかおかしくなってるこれ、なんか鍋沸騰。あとポット待ってね、ちょっとポットが沸騰したらやります。せっかく8キロ痩せたのにな。うまいのかな、誠司曰くまずいらしいよ。
それ移してどれ。ちょっと時間かかる。俺結構潔癖だよ。潔癖だと思ったのは、愛子が多いお茶を飲んでたんだよ。え、こうちゃん飲む？っつって飲めなかった。なんか、あ、だから俺潔癖なんだなと思って。口ついたやつ飲みたくなかったから。あ、人による。うん、彼女のだったらいけるけど。美味しそうだけど、富士さん曰くまずいらしいよ。マジで昨日何も食ってないのにマジでお腹空いてないわ。ちょっとマジでどうしよう。任せたぞ。食べれなかったら叩かれるんでしょ。やらない方がいいよ、中途半端にね。叩かれるんだったらね。でこれ量が多いからちょっとお玉みたいなやつで、今日はね、丼を使わせてもらう。そうしないとみんな使ってるし、俺今までそういうの使わないんだけど、今日は丼とお玉みたいなのでちゃんと残りがないようにしようかなと思ってます。深いからそこにあるみたいに見えがちだから、綺麗にちゃんとすくって、それね、モンジョリのやつ見てそうしようかなと思ったんで、そうやってやってみ、見てたっつうか、ツイッターでね、ツイッター広げるとよく見る、ナナちゃんのなんかツイートしてるからさ。よし、準備完了。いやマジで気持ち悪い。いやマジで体調悪いわ。どうしよう。いやマジで体調悪い。あれ見てたら、セージが吐いてたんだよ、トイレで。こっちまで気持ち悪くなってきちゃった。これ見やすい？見づらい？だ、本当に痩せたんだって。82キロだ。今めちゃくちゃダイエットしてんのに、まあ、当たりバンドしちゃうって。これ見やすい？痩せたでしょ。82キロなんで、本当なんだよ。じゃマジで筋肉弁な、マッスル弁当とか、じゃマジで気使ってんだって最近。野菜取ったりとか。 82. ほら、はいはいって。じゃマジで痩せたんだって。これまだ太るんだって。あるから、あと丼箸持ってくるわ。あー、丼洗わなかん。やばい、箸もラストだ。お玉も、あ、お玉洗わなかんな。マジか。これ食べたらもう今日ラジオなしです。あ、じゃな、今日はもう限界でしょ。お玉だけ洗わない。よし、今日はやるぞ。やってやると、今日はリベンジしたるぞ。今日はマジでやってやる。タイマー用意しな。はい、わかりました。液体入ってる。ああ。
もう本当に嫌だ。ティッシュ。このニデコの使い方。この状態で使ってるわ、ティッシュ。どう？この効率の良さ。マジで汚い。今日掃除するわ。決めた。来てるから、お茶持って、これでいい。あとタイマーな。2500人もいる？よし。じゃあ俺が期待裏切らないように頑張るわ、代表して。あ、期待はしてない？これでいいですか？どう？配置的には。これどう？いける？これいいですか？ OK。 延長。気持ち悪い。また体調悪くなるわ。こと繰り返したな、ほんと。あと皆さんにね、報告がありました。延長できた？125万大勝ちで負けたじゃないですか。延長できてる？で、取り返したら報告するって言ってたんで、なんとですね、皆さんのおかげでチャラになりました。125万円。音カジ配信からどれぐらい経ったか知らないけど、ありがとうございました。チャラになったんで、皆さんの応援でね。じゃあもうギャンブルやりません。ギャンブルは。ありがとうございます。もう大切に使います。りんちゃんどうなったの？付き合わないよ。あんなね、地雷女と付き合うわけないでしょ。言うぜ、今日は。同じ失敗繰り返しません。ミーコとかリンとか、ああいうね、尻がる女と付き合うわけないでしょ。真面目な人にしますよ。頑張って。ありがとう。ちょっとポッと見てみるわ。これできてんのかな。あ、ちょっとなんかポイント見えちゃってるじゃん、バカ。見た？ポイントのページ開いてた。ちょっとこの動画は無断転載しないで、やめて。このゼロワンさんなんできる？この動画は無断転載しないでね。あの3人ぐらいいるけど、もししたら DM するんでね。もっと今後しないでって、やめてね。もう見えてないならいいけど、やめてくださいね、本当に。音楽何にしよう。奈々ちゃん電話したのに。ああ、かかってきてたわ。何だったの？寝てたけど。何の電話ね。何の電話？うん、バトン。あ、ペヤングやってみたいなバトンってこと？そういうこと？グルメレース？ちょっと違うのがいいな、たまには。なんかない？他に。てってってにしようかな。違うか。天国と地獄にしよう。ちょっとが分かんないな。うるさい？大きい？これぐらい？次は誰に行くの？これリレーじゃないでしょ。これまた誰かに回すの？適当にやればいいんじゃないの？これリレーなの？これまだかな。これ回さなくていいでしょ、ペヤングは。